はい、お願いします。動物に変身してみよう。さあ、ということで今回はですね、楽しく体を動かすために動物に変身してみようということで、やはり子供たちですね、頭の中にですね、動物言われるとイメージがね湧くので、でその動物をイメージしながら、その形をですね、体を作ってもらって、そして体を動かすということでね、これをやることによってもう全身いろんなところがですね、しっかりと動きますんで、それでは早速やってみよう。あさあ、それでは早速ですね、動物に変身してみたいと思います。まずはですね、クマさん、まあ、クマさんね、四つ足でこう歩きますね。でもですね、このクマさん絶対膝はつきません。膝はつかないね、そして手のひらは必ずマットでも飛び箱でもつくときはパーっていうふうにずっと言ってます。このパーでやはりですね、床をねつきます。そしてこのままね、しっかりと手と足しっかり動かして前に歩いていく、ね、そして、2周目になるとですね、今度は膝を伸ばして伸ばしてですね、まあ、腕は曲げていいんですけども、膝を伸ばしてね、しっかり、ね、これがですね、あんまり手と足が近づいてこうならないね、できるだけ離してしっかり手と足を動かしてやります。さあ、それで行ってみましょう。では行きます。クマさん、用意。はい、頑張って。これ早く行くのがポイントですからね、早くね、線を決めて、そこからそこまでを早く、この線から向こうの線までです。用意、ドン。はい、はい、じゃあ次、膝を伸ばしてクマさん前に。はい、行きますよ。膝を伸ばしてしっかり手と足ね、膝を曲げないように、よーいドン。膝を曲げないようにしっかり手と足。はい、それでは次はですね、クマさんの後ろ歩きなんですけども、歩くというですね、もう後ろに速く歩くんですね、なんですが、この後ろに歩くときにですね、ここからですね、手をしっかりついて押して、そしてこの幅がですね、こうやってたまにインチキするこうやってやるでしょう。これはダメなんですね。この手と足の幅をちゃんと取って、ね、手をしっかり使って、手を押して後ろに移動するというですね、これをやってほしいと思います。クマさんの後ろ歩きです。ね、その時に、2周目になると、今度は膝を伸ばして、ね、膝を曲げない、絶対曲げないで、やっぱり手をしっかり押して、これはですね、手を押すのがポイントです。手をしっかり使って、手を押して後ろに移動するというですね、後ろ向きのクマさん、やってみたいと思います。それではいきます。はい、後ろ向きクマさん、よーい。まずは膝曲げていいですからね。手と足の幅気をつけて、よーい、ドン。はい、はい、手を元をついて、手をしっかり押す、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 しっかり押して。はい、よ、はい。はい、続いて、膝を伸ばしたクマさん、手と足の幅気をつけて、結構開いたままね、開いたままでしっかり押す。足もちょっと開いていいよ、足も。はい、よー、ドン。しっかりしっかり、膝曲げないよ、膝回ってる人より膝曲げない、曲げないでしっかり押す、押す、押す、押す。はい、さあ、続いては片足ケンケンですね。これはフラミンゴ、片足なのはフラミンゴなんですよ。フラミンゴでこう飛んでいくというですね、フラミンゴでジャンプするということなんですが、これただ普通にケンケンして前に行くだけじゃなくてですね、この上半身を使う、腕を振ってですね、走っていくみたいにですね、腕を振ってジャンプするとですね、実は速くなるんですね。だこの、動物になるんですけども、すべてですね、速く行く、ほとんどのもう動物を速くね、移動させるっていうですね、これポイントです。速く行く。じゃあ今度は、片足ケンケン、ね、フラミンゴでジャンプで、速くです、速く。腕を振って、よーい、ドン。はい、今説明しなかったんですけど、反対足で、もう一回やります。はい、反対足、よーい。ドン、はい、ドン、ドン、しっかり腕を横にね、まっすぐ締めて振る、はい、よ。続いてはウサギさんに変身です。ウサギさんというのは耳をつけますね、長い耳があります。これ腕で作ります。そして足はですね、ウサギさんなんですけども、足をグー、足を閉じてですね、これしっかりグーパーチョキ、ね、グーチョキパーと、このグー、足を閉じて、そしてウサギさん、このまま足を閉じたままジャンプ、ね、これでしっかりとジャンプする、これがウサギさんのジャンプですね。で、これをですね、やったら今度はちょっと高度になりますけども、難しいまっすぐジャンプっていうんです。これは体全身を力を入れて体を締めてっていうんですけどね、体全身力を入れてまっすぐのまんま、膝も曲げない、
もう足の足首のこの力だけでジャンプします。この力で。これまっすぐジャンプ。これは耳の後ろで腕を組んでですね、手はしっかりと持ってですね、そしてこのままお腹にぐるっと力を入れて足首、ね、つま先だけでジャンプをして前に進むというまっすぐジャンプ。これもあるんでね、うさぎさんジャンプとまっすぐジャンプ、これ両方やります。はい、ではいきます。うさぎさんジャンプ、よい、手まっすぐ上げてね、しっかり上にジャンプしてください。よい、ドッ、上にジャンプ、上にジャンプ、もっとめもっとめもっとめ、この時膝を肘が曲がらないようにしてくださいね。はい、肘が絶対曲がらない。はい、まっすぐジャンプ、まっすぐジャンプ、はい、まっすぐジャンプ、よい、しっかりね、後ろでお腹へこますよ、お腹は絶対出さない。はい、つま先だけでゆっくりでいいからね、これは急がないでください。よいど、はい、ゆっくりでいいですからね。しっかりかかとまで閉じて、膝の力入れて、膝絶対曲げないでまっすぐジャンプ、前を見て前を見てまっすぐジャンプ、はい、OK、じゃあ後ろ向き、よい、うさぎさん、よい、もっと膝曲げていいからジャンプしてる、よい、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ウィン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 、ジャンプ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 、肘伸ばして、肘伸ばして、肘伸ばして、ジャンプ、ジャンプ、はい、後ろの動き、まっすぐジャンプ、よい、ジャンプ、膝に力を入れて、膝曲げない、そんな飛ばなくていいよ、ちょっとでいいよ、飛ぶのは、ちっちゃく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 、はい、頑張って、前前前前見て、前見て前見て、ゆっくりでいいからね、はい。さあ、続いてはですね、今度は立ち幅跳びってね、よく小学校でもですね、体力測定とかあるんですけども、その場からしっかりと全身を使って前にギョン、ね、全身を使って前にっていう、こういうジャンプの仕方ね、あるので、手をしっかり振って後ろからですね、後ろからしっかり前に出した時に体をしっかり伸ばして前に、ね、できるだけ幅ね、これ幅をできるだけ遠くに飛ぶっていうですね、練習です。これをやってみたいと思います。はい、タッチ幅跳びいきます。はい、よーい、ドン、前に、全身使って前に、しっかり飛ぶ、前に、しっかり前に、はい、いいですね、はい、さあ続いてはですね、カメさんに変身してもらいます。カメさんというのはですね、こういう形、カメさんと言います、ね、これ甲羅が上に乗ってる状態でね、ちょっと逆さもいけるんですけど、カメさんで、これで足からね、しっかり手と足をしっかり動かしてね、で2回目は今度は頭から進んでいくですね。でやってみたいと思いますが、これですね、しっかりと手と足をちゃんと動かしていかないと、途中でどこか止まるとですね、お尻をついてしまう。だから絶対にお尻をつかないように頑張って手と足を動かす、ここがポイントですね。それではカメさんになってみましょう。はい、ではいきます。カメさん、よーい、はい、いきます。足開いてよーい、ドン、はい、はい、手と足しっかり動かす、手と足、はい、いいでしょ、はい、戻って、はい、いきますよ、よーい、ドン、はい、はい、お尻つかないよ、お尻つかないよ、手と足、はい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 、では次、ひよこになってもらいますね。ひよこさんっていうのはちっちゃいですね、ちっちゃくてこちょ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 歩いてますけども、これね、手を足首掴むんですけども、この足首の手がですね、下ではありません、これ上です。上というのは親指さんですね、親指さんが上を向いて持ちます、横からですね。これは親指さん下を向いてこうやって持つしてるんですけど、こう持たない、上、親指を上にして横から持ってください。そして横に足を動かして、お尻が上がらないように、これが上がらないように、よくですね、まっすぐ動かそうとすると、いや必ずこうお尻が上がっちゃうんですね、こうなっちゃうんで、こうではありません、必ずもうお尻の位置はこのキープしたまんま、この下のまんまね、足の裏をしっかりつけたまんま歩けるように頑張ってくださいね。手は上です、この形で横に持ちます。はい、ではやってみましょう。よーい、ドン、お尻上がらないように頑張って、足の裏全部ついて、はい、じゃあひよこさんを後ろに行きます、行きます、よいと、足首持って、はい、お尻上げないように頑張って、足の裏全部つく、
頑張って、はい、しっかり頑張れ、お尻を上げないように、上げないように、はい、頑張る頑張る頑張る、はい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 。さあ続いてはカエルさんです。カエルさんっていうのはですね、こういう風にこうなりますね。この形、この形なんですけど、前に進むときに必ず両方いっぺんに飛ばないで、手、足、前に進むとき手、相手、足、この形になりますね。これいっぺん両方って、これはダメです。必ず手がいって足、そして後ろ向きも一緒ですね。今度は後ろ向きに進むので足からいきます。足、手、足が前についてる、手、ね、こういう形で一緒に飛ばないというです、ね、ポイントです、ね、形は、ね、足を開いてカエルさんの形になってください。はい、よーどん、手、足、手、足、しっかり膝曲げて、手、足、手、足、手、足、どうです、手、足、はい、OK、 はい、後ろ行きます。よーよーどん、手を押して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 から、しっかり足、手を押して、しっかりしゃがむ。はい。さあ、続いてはですね、スキップ。ね、これスキップなんですけども、よくね、ガンガンってやりますけども、まあ、普通にスキップするんではなくてですね、こう、普通にやるんではなくて、もっとですね、お膝を上げて、手をしっかり振る。ね、こうやってしっかりと膝を、ね、上げて振る、上げて振る、ね、こういうスキップをしてみましょう、ね、だから遊びでこういつもやってるスキップよりももっと大きく高くジャンプするんですね。手はしっかりと、ね、顔前へもっと上に上げる、ここまで、ここまで、ここまでって大きいスキップをやってみましょう。あとですね、スキップがどうしても手と足がですね、一緒になる、こういうこと、こういうこと必ず言います。で、これどうしたらいいかっていうとですね、まず準備の段階で前後に足を開いて、みんなもやってください、前後に足を開いて、ね、そして足と反対の手を前にする、ね、ここから用意ドンで次ジャンプをした時に手をまっすぐ前に出して足を入れ替えるということですね。ここから用意ドンでこのままいってしまう、ね、できない子はまずは膝高く上げるとかそういうのはなしで、ね、必ず手と足逆にしといてスタートするっていうことですね。で、あとですね、スキップできない子いるんですけども、スキップっていうのはですね、片足ジャンプです。実はここから片足でジャンプしてるだけなんです。ジャンプ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 、片足ジャンプね、片足ジャンプを入れ替えてるだけなんです。それに手がついているだけなんで、あんまり難しく考えない。で、よくね、子供を混乱してやる人いるんですけども、ぜひですね、手と足逆にしてそこから前に進んでジャンプしてくる、ジャンプするジャンプする、ね、ただ片足で、ね、片足になった時にジャンプしてるだけっていう、そういうふうに考えてください。よーどっ、はい、ジャンプ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 、はい、いいでしょう。それでは2ステップというのをやってみましょう。2ステップね、こう足と手やっぱり逆なんですね。逆に手と足逆にして、そして前に進むときに一歩ピョンと足を一個ですね、前、ここから前に進むときに後ろ足を一歩つけて前に進む、そしたら手を変えて反対の足を出して一歩、ね、後ろ足、後ろ足を前につける、後ろ足を前、前から足を入れ替えて後ろ足を前という形ですね。できない子わからない人はゆっくりやってみてね、出た、もう手もいらないです、手もいらない、まずは足を前後に開いて前に行くときに後ろ足を一歩前で、足を入れ替えて後ろ足を一歩前で、後ろ足から飛んでいくということですね。それを意識してやってください。それに手をつけますね、手を入れて、手は90度です。ここね、90度でここから前に飛んだら入れ替えて足を出す、ね、足を出すのと入れ替えるの一緒で後ろから前に、ね、これだけです。もう本当に単純です、実は、ね、2ステップみんな練習してください。それではいきます。はい、よーどん、2ステップ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 、
OK。 さあ、ということで動物変身できましたでしょうかね。こうやって体を動かすとですね、楽しく体を動かせるんでですね、ぜひぜひお家でもやってみてください。また広いところですね、距離をとってやるともっともっと運動になりますからね、皆さん頑張ってほしいと思います。それではチャンネル登録、そして高評価、グッドのねボタンを押していただければと思いますし、あとはコメント欄にねご質問とかですね、ご感想あればどんどん書いていただければと思います。それでは皆さん頑張ってください。バイバーイ。